皆さんご家庭で旋盤とかフライス盤とか使って機械加工されることたくさんあると思うんですけど、丸1日かけてですね、交差をねバチバチに入れた製品を作った、H7 とか G6 とかの交差をバチバチに入れた部品を作ったのに、朝起きてね測定してみたら交差に外れてて、お釈迦になってしまったっていう経験ありませんか？ありますよね。今回ですね、とあるネットで見つけた部品、アイテムを使ってですね、金属にどんな感じで熱が蓄積されていくのかっていうのと、熱線膨張係数を使った交差の入れ方について実験を交えながらやっていきたいと思います。まずですね、なぜ昨日の夜までは交差にバチバチに入っていたのに、朝起きて測定してみたら交差が外れていたのかっていうところなんですけど、いろんな原因があると思います。マイクロメーターが壊れてるとかね、測定が間違えてたらいろいろあると思いますが、それは一旦抜きにして、ちゃんと測定はできていました。しかし交差に外れました。それはですね、今回の場合熱膨張によるものが原因とさせていただきます。金属というのはですね、切削加工していくと、切り粉が熱となって逃げていくんですが、加工物にも、熱はかなり蓄積されていきます。で、測定するときにはルールがありまして、標準温度20度の状態で、測定してくださいねと、納品するときもそうなんですけど、20度の状態で品物を完成させてくださいねという決まりがあるんですね。で、今回の場合は、汎用旋盤を使ったと仮定しまして、クーラントも当然出ないですから、ワークの温度が、100度とかね、かなり熱い、手で触れないぐらいの、荒取りをしてそのままもう仕上げてしまったという場合になります。で、金属というのは、膨張収縮しますので、当然、この物体が、熱くなりますと膨張します。その膨張した状態で測定して、それがですね、寸法入ってたとしてもですね、20度になった時には収縮しますから、寸法が外れてしまうということなんですね。で、加工方法にはいくつかありまして、冷ましてから20度近辺に慣らしてから、仕上げをして寸法を入れるっていうやり方もあったりとか、もうその金属の収縮を見越して熱いままでも、仕上げをするっていうやり方があるんですね。で、最初に言った、冷ます方に関してはやっぱり時間がかかっちゃいますよね。冷ますまでの間、時間っていうのが必要になってくるんで、やっぱりどうしてもすぐ加工をね、効率を上げるために早く収めたいので、もうすぐ加工しないと。となるとですね、この金属は今何度になってるかっていうのを知る必要があるんですね。で、そんな時に、便利なのがこちら、インフィレイ TS2 プラスというサーモグラフィーカメラです。はい、こちらがインフィレイ TS2 プラスカメラ本体となっております。非常にねコンパクトな設計なんですが、非常に高性能なサーモグラフィーカメラとなっております。直径 8mm のフォーカスリング付きのマクロレンズが搭載されておりまして、最大450度プラマイ2度の工業用精密温度測定が可能となっております。主な使用用途はですね、当然今回のような用途ではなくてですね、使えるとは思うんですけど、主な用途としては PC の温度がどのような感じで上昇しているかっていうのを測定したりだとか、 PCB 検査、マイクロサーキット検査、あとは熱損失とか水害なんかを見つけるのに特化した設計となっているそうです。あとはですね、サバゲーなんかで使うこともちょっと推奨というかされているそうで、そういった使い方もできるそうです。で、こちらのサーモグラフィーカメラの最大の特徴がこちら、もうすでにご覧いただいている通りですね、電源が必要ありません。というのも USB Type-C もしくはライトニング端子になっているので、もうお手持ちの、スマートフォンに接続するだけでお手軽に精密温度測定をすることができます。で、専用アプリを入れていただくと、入れていただかないと使えないんですけど、それに録画機能とかいろんな機能がついておりますので、画面をせっかくなんで切り替えてみたいと思います。はい、こちら画面切り替わっていますでしょうか。僕の顔の表面の温度だったりとか、メガネの温度なんかが表示されてたらいいなって思います。はい、すごくないですかこれ。はい、今ノートパソコンでですね、デスストランディングっていうゲームをやっているんですが、そのやってる時の表面温度、ご覧ください。49.2 度と表示されています。で、この時ですね、僕の手なんかがこうやって入るとちゃんと手の温度を測る、このスピード、このスピード感注目してほしいです。で、例えばこうね、金属を持ってくると、ちゃんとね19度とか、20度ぐらいを表示するという、この速さすごいですよね。これめちゃくちゃ性能いいですよ。
では今から一つ実験をやってみましょう。こちらがアルミの A2017、 こちらがステンレス SAS304、 それぞれの金属熱伝導率が異なります。アルミはだいたい230ぐらい、ステンレスはだいたい20ぐらいということで、10倍ぐらいの熱伝導率の差がある2つの金属を同じぐらいの量を削っていったときに、金属の表面温度はどれくらいの差があるのかっていうのを調べてみたいと思います。はい、ではまずアルミから加工内容としては、直径で1ミリ削る加工を3回行います。いきます。こんな感じです。ステンレス SAS304 を行います。加工内容は先ほどと同じですが、回転数だけステンレス用に下げています。いきます。というわけで、熱伝導率の違う2つの金属、アルミニウムとステンレスをそれぞれ加工してみたわけなんですが、伝わりましたでしょうか。まあ、正直ね、あれくらいの加工量だとあんまりわからなかったと思うんですが、あれがね、もっとワークが大きかったりとか、業務用のね、普通のちゃんとした旋盤になってくると、切り込み量も増えますし、切り込み回数もどんどん増えて、ワーク加工物にどんどん熱が蓄積されて、もう手で触れないぐらい熱くなっちゃうんですね。で、アルミニウムは熱伝導率が高い、ステンレスは熱伝導率が低いというふうになっていまして、まあ、言い換えればですね、アルミニウムは熱しやすく冷めやすい、ステンレスは熱しにくく冷めにくいという特性があります。なので、アルミはヒートシンクなんかに使われることが多くて、ステンレスはですね、ステンレスのお鍋なんかに使われることがあるというわけです。はい、ここからはですね、熱伝導調係数に関する実験を行っていきます。皆さん、お分かりの通り、超絶マニアックな内容となっておりますので、興味のない方はですね、グッドボタン、チャンネル登録をしていただいて、アプリを閉じていただけたらと思います。で、実験内容の方なんですが、まず S45C を電気炉で100度に温めています。その状態で卓上旋盤を使って 20.00 バチバチに仕上げます。そしてその熱々の状態で仕上がった S45C がこの部屋の常温、20度ぐらいに冷めた時に一体どれくらいの寸法に変化するのかっていう実験をやっていきます。具体的な、そのやり方っていうのは、式が必要でして、まず S45C の熱伝導調係数を、ネットカルとかなんかで拾ってくる必要があります。 11.7 という値が出てきますので、その 11.7×10 のマイナス6乗、これが S45C の場合です。それにですね、温度変化、100度から20度に温度が下がるということで、この差分の80度、これが必要になってきます。そして膨張量が 20.00 かける温度差80度かける 11.7 かける10のマイナス6乗イコール 0.01872、 この値が膨張量です。なので、この計算によると、 20.00 でバチバチにもし仕上げれたとしたら、20度に下がった時には19.9192になるということですね。はい、早速やっていきたいと思います。まだ結構取りづらいですね。
仕上げの送りに変えます、はい、でこの状態で 20.74 だから、まあ2回仕上げてコンマ3ずつぐらい、コンマ3、4、はい、はい、では加工が終わった直後の温度を測定していきます。だいたい40度ぐらい、なんやかんやしてるとね、やっぱりねちょっと冷めちゃいましたね。でこの状態で、温度を測っていきます。あ、温度じゃない寸法ですね、 19.997、はい、見えますかね、 19.996、まあ、だいたいこのくらいになっていると。で、この状態が、この40度での、寸法ということで、室温に戻したら一体どれくらいの寸法変化があるのかっていうのを、検証していきたいと思います。はい、あれからしばらく放置しまして、手で触っても全然熱くないですし、常温というか室温に馴染んだわけなんで、測定していきたいんですが、条件がね少々変わっておりますのでご確認ください。材質変わっておりませんので、熱線膨張係数 11.7×10−6乗、こちらは変わっておりません。ただ温度変化が変わっております。40度だったのでこいつが、でそこから室温の20度引いて差分が20度、で膨張量が 20.00 かける変化分の20度かける 11.7×10−6乗で、イコール 0.00468 が、変化量、膨張量となります。なので、40度で測定した時に 19.997 ぐらいだったので、まあざっと、4ミクロン小さくなったってことは、19.993 ぐらいになってるはずはいいきます。19.99、あ、4だったんですけど今3になりましたね。もう一回 19.994、 まあ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 誤差の範囲でしょう、これくらいは。 19.995、 まあ若干ね場所によってばらつきとかあると思いますけど、だいたい計算通りというかになったんじゃないでしょうか。はい、ちょっと6になったちょっとまあこんな感じで、誤差はちょっと含みますけども、こんな感じで、ちゃんと計算通りの、温度変化が、寸法変化があったよということが分かりました。まとめ、熱線膨張係数は材質によって異なります。例えばアルミニウムなんかだと熱膨張かなり大きいんですが、逆にインバーという特殊な鋼は熱膨張がかなり小さいことで有名です。あと温度差が大きくなればなるほどですね、膨張量収縮量が大きくなり、ワークも大きくなればなるほど膨張量収縮量が大きくなります。あと外径は冷めると小さくなるんですが、穴の場合は冷めると大きくなりますのでご注意ください。はい、というわけで今回はこちらのインフレ TS2 プラスというサーモグラフィーカメラを使って熱伝導率とか熱線膨張係数に関する実験を行ってみました。まあ正直なところ、まあ非接触のサーモグラフィーカメラとなりますので、実際にねこの金属が何度かっていうのは、曖昧なところがあると思います。やはり、実際に仕事で使うとか、そういった場合には、非接触ではなくて接触式の、温度測定器を使った方がいいと思いますので、今回の動画はあくまでも参考程度にしていただけたらと思います。物としてはね非常に、使い勝手良くて、とても、使いやすかったです。やっぱりスマートフォンにね、ポン刺しで使えるっていうのは非常にいいんじゃないかなと思いました。まあ、1個、微妙なところがあるとすれば、アプリをダウンロードする必要があるんですけど、そのアプリがうまくインストールできなくて、ちょっと苦労しました。ちょっと裏技を使って、なんとか入れたんっていう、事実がありまして、まあ、僕の使っているスマートフォンがたまたま、適合しづらかったっていうのは、当然あるとは思うんですけど、購入される方、適合、などいろいろちゃんと調べてから、購入される方がいいと思います。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、グッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、その他いろいろやってますので、概要欄の方から見てみてください。ご視聴ありがとうございました。